今シーズンのマリノスは強いな。なぜ強いのか、今回はその背景を見ていきましょう。なんかこっち側だと解説する側になったみたいでいいわね。チェンジ。よしやってくぞ。J リーグ第21節終了時点で横浜 F マリノスが首位となっている。第21節はセレッソ大阪との試合で2-2のドロー決着。連勝は6でストップしたが、強いな。なんでマリノスってこんなに強いの？いろいろな要素があるけど、一番は選手層の厚さ。この選手層の厚さってのはスタメンもそうなんだが、控え含めてのトータルの選手層の厚さだ。日本代表みたいな感じかしら？ちょっと前だと控えとスタメンに差があったけど、今はクオリティが落ちないから。それがわかりやすい例えだな。ACL もこの選手層の厚さで乗り切ったし、J でも抜きんでた層の厚さがある。直近の試合がわかりやすいのでセレッソ大阪戦を例にすると。この試合はセレッソ大阪が2点リードしたから、そこで決まったと思ったわ。普通のチームはそうだな。ここがマリノスの強いところで、2点ビハインドから交代で投入されたのが、宮市、中川、マルコス・ジュニオール、山根、アンデルソン・ロペスだった。えぐい。交代でもクオリティが落ちない。これは本当にチームとしての強みだ。そして今名前を挙げた選手も含めた補強の成功と的確さ。次はそれを見ていこう。今のうちに高評価とチャンネル登録。ですね。このチャンネルはサッカー全般を扱って、いますので、興味あればお願いします。マリノスの強さについて思うことがあれば、コメ欄に。よくできました。やった。でも恒例だから。この不届き者目が。やっぱり理不尽ネタ。わあ。補強という観点で見ていくと、J1 で活躍していて現実的な補強が目立った。西村、アンデルソン・ロペス、藤田、長戸、エドゥアルドなどの補強。スタメンとしてももちろんだが、チーム全体の底上げができた。旗から見てもうまい補強するなぁ。と思ったわ。これらの補強があったからこその、選手層の厚さがあったと言える。そしてそれらの選手を活かすマスカット監督。彼だからこそ思い切ったローテーションもできるし、最適なタイミングでの選手交代ができた。誰とは言わないけど、いくら選手層があっても、それを活かせる監督がいないと無意味だものね。それとさ、やっぱりフロントが優秀よね。前田とかティーラトンとかが抜けても、それを補う補強しちゃうんだもの。まさにそれだな。正直、チーム力としては落ちるんじゃないかと思ってた。その穴をバランスよく補強したのは優秀としか言えない。素晴らしい。ありきたりな言葉だけど全員マリノス。このチームには控えメンバーが存在しなく、チーム全員が戦術となっている。そりゃあ、強いはずさ。交代枠が5人になったのもマリノスに追い風になったわよね。こういう全体の層が厚いチームには有利に働くし、有効活用できているもの。そうだな。そして私が重要な役割を担ったと感じる選手を紹介する。地味かもだけど、本当に重要な選手だ。マリノスの場合は、誰か一人の選手を挙げるのが難しそうですね。そうだね。だから、今回は影の功労者を紹介するよ。宮市亮と水沼宏太だ。宮市はジョーカー的な役割としてチームで確かな地位を築いている。最初はいきなり退場したりで心配だったけど、徐々に馴染んできたわよね。怪我に泣かされた選手だから、頑張ってほしいわ。そして水沼。個人的に一番推したい選手だ。代表待望論も出てるわよね。最近は先発出場が多いが、途中出場でも結果を出せる珍しい選手だよな。クロス精度や戦術理解度の高い選手で、何よりも客戦士。苦しい時こそチームを鼓舞して引っ張る姿はベテラン選手のあるべき姿だと思う。試合でもだし、ベンチからでも鼓舞できる水沼は本当に重要な存在よね。今回は2選手を紹介したが、マリノスは全員のバランスがいい。大崩れしない安定感がある。今シーズンは期待大だな。ちなみに、息子の活躍に冷静さを装うけど、嬉しさを隠しきれない水沼パパ見て毎回ほっこりしてます。今シーズンもまた最後まで読めなそうね。楽しみだわ。ずっと泣いてるのにか？というかなんで泣いてるんだ？左で生きてたらポジションチェンジされたから。今左サイドだぞ。戦うよ。右上のお知らせからはおすすめ再生リスト、サブチャンネルに行けるようになってます。右側がおすすめ動画、左が新着動画になるので、ゆっくりしていってね。やっぱりゆっくりしていってねがしっくりくるな。そうね。戦うよとゆっくりしていってねは悩みどころ。戦うよでいいだろ。そうね。戦うよ。